久しぶりのゆっくり動画だぞおめえら。皆さん、もう肌寒い季節になりましたね。え？まだ暑いわバカ野郎って？うるせえなこっちは現実にいねえんだわそっちの気温なんざ知るか。ごほん？話を戻してですね。皆さん、肌寒くなった季節に出すものといえば何でしょうか？そう、こたつです。で、なんでこんな質問をしたかというとですね。今年も始まりました、こたつ大戦争。なにこれ？毎年この季節になると聞いてる気がするがなぜお前らは我が家のこたつに来るんだ。金ない電気代節約。サボれる。この私代だよ。おいちょっと待てやなんで私だ。なんかもういいわ。とりあえず、早くそのこたつ渡してくれない？いやダメだ。そのこたつは私がもらうんだ。貧乏巫女は引っ込んでな。二人ばっかりずるいです。たまには私だってこたつのぬくもりを感じてもいいじゃないですか。いや、なぜ私だけこんな扱いなんだ。わかってると思うけどこれ俺んちのこたつだからな。別にお前らのために買ったわけじゃねえんだぞ。もう住んでるな。この上ないほどの理不尽をかつて味わったことがあっただろうか。カリチマなんてそんなもんでしょ。で、いい加減帰ってくれません。いい加減頭の針で固定すんの疲れたんだが。なあに簡単なことよ。それを私に渡してくれればいいのよ。いやこの私こそこたつを扱うにふさわしい。ちょっと一日借りるだけですから。やはり敵は全て倒さなければならないようね。結局最後は弾幕で決着かよ。今回は私の休日がかかってるんです。負けるわけにはいきません。うっしゃてめえら表出ろ。やろうぶっくりした。待ってくださいよ。やれやれ、やっと落ち着いたか。